ございます。おはよう。今日は食べるやろ。はい。今日はって32時間か。え、昨日丸一日部屋から出てこんかったやろ。あんまりよう寝てるから起こすのも悪いかなと思って。悪いけど、食事一緒でええかな。はい。座って。お先。いただきます。宿代伺ってなかったんですけど。他の民宿っていくらぐらいすんの？他のお客さんはいくらで泊まってるんですか？ここついでからめったに客来えへんからな。最近？うん、3年前。3年お客さんいないんですか？一組夫婦が来たけど、まああれは宿代っていうよりも修理代やったからな。壁に穴開けてしまはってな。取っ組み合いの喧嘩したらしくって。うん、あの穴。そうですね。民宿だったら5000円ぐらいじゃないかと。ほな1000円でええわ。1000円？ここ古いし何もないし。ああ、支払いは帰りの後でいいから。おかわりあるで。自分で。あんたお客さんやからそんなんせんでもええ。自分でやりますから。何もせんでええ言うてんのに。客にそんなんされたらこっちが気遣うから。座っといてもらえますか。でも悪い1000円だし。値段なんかどうでもええねや。